前作に比べ大幅にパワーアップした回、新必殺技グリードセバーとセイクリッドエッジを使いこなそう。弾速が速いスタンエッジは地上空中ともに牽制の要、空中へ逃げた相手は前Pで撃墜しよう。自分から攻める場合はリーチの長い足払いとスタンディッパーを使っていく。ダウンを奪ったら置き攻めへ展開させよう。この前 HS はガードをさせてもこちらが有利な状況でいられる技。これを使うと強力な置き攻めが展開できる。ガードをされてここまで有利でいられる技は珍しいので多用していこう。前 HS がヒットした場合はこのようにそのまま連続技を入れていこう。足払いで一旦止め再度ループさせるのも強力だ。ガードされた場合でもこのように相手のガードバランスを貯めることができるのでガンガン攻めるのが有効である。さらにこの前 HS は深く重ねれば相手のリバーサル技をガードできることもある。タイミングを覚えておくと対戦で役立つであろう。超低空のジャンプ D を連発すると相手は非常に手を出しづらい。ガードバランスを貯めてその後の連続技へつなごう。この連携はかなり強力なのだが、相手に読まれているとこのように前 P で割り込まれてしまうので注意が必要だ。その対策としては足払いが有効。このように相手の攻撃を潰すことができる。先制で使う S スタンエッジ、これがカウンターヒットした場合、そのヒット確認をした後このようにスタンディッパーにつなげよう。これは地上空中ともに狙っていけるので神経を集中させておこう。